怖いから絶対できる時にやりたい。あ、こんにちは、ごめんなさい、急遽変えてしまって。今日も20分15分だけなんですけど、はい、やりたいと思います。今日は明日がスポーツの日でしょ。今日が海の日だ。海の日、海の日、危ない危ない。ちょっとメイクしながらやりますね。ちょっと時間がもうめっちゃあるわけではないので、危ない危ない。皆さん、いよいよ明日になりました。明日ですよ。あー、実感が全然ないんですけど、どうしますか。ちょっとリップ塗ってないからやばいね。ちょっとリップ軽く塗るか。最初の3曲はどう？YouTube の配信もあるみたいなので、はい、DMM で見るの迷うなって方は YouTube 見て、あ、ちょっと先も見たいなって思ったら DMM 見てもらったり、もちろん最初からねずっと全部見てほしいけどね、最後まで。ぜひ皆さん、ね、見て何回も見返してください。わかんない、どうなるか全然わかんないけど、塚さんのために DMM 入った。塚さん初めてやる、ありがとうございます。皆さんのね期待、気持ちにも応えれるように頑張りたいと思いますので、アーカイブで見るわ。了解です。アーカイブもぜひ、多分、うん、アーカイブも見直してほしい。っていうぐらい、まだ緊張というか、まだ実感があまりないので、緊張してるんだけど、緊張するんだけど絶対に。今日なんかね、左目がね腫れてるんですよね。昨日家帰って寝ちゃって、そう、ね、エコバの時の緊張もやばかったけど、それを超えてくる気がする。多分エコバの緊張を超える気がするな。私の中ではかなりの緊張だったんですけど、エコパが。それを
香る予感がします。あーね、日本だ。あ、そう、ツイッターで、そう、ハッシュタグツイッターで声援をと、ハッシュタグ青春ガールズ公演をつけて、あの皆さんたくさん本当にいっぱいツイートしてくれたら嬉しいです。はい、それがね、後ろに表示されて私たちも見るので、それをあのね、多分公演中はさ、後ろ向けるとき多分そんなにないから、もし後ろ向けるタイミングがあったらちょっと見たいなと思うんですけど、後から公演終わったら私は帰り道にでもこう振り返って、あの皆さんのコメントね全部見ようと思ってるので、ぜひたくさんコメントお願いします。絶対見る、絶対終わったら下から全部見ます。ハッシュタグお忘れなく、ハッシュタグついてないとね、あのの乗らないので、なんだろう、後ろ見る理由っていうか、こう振り返る時が分かんない、あるかな、もしあったらでも多分ね、私見て読んでたらね振り忘れちゃうから、多分読めないかもしれないけど、絶対後で見るので、ツイハッシュタグ、ハッシュタグはツイッターで声援をですね、でお待ちしてるので皆さん、絶対見れないですねそれができるのは、うん、ベテランの先輩方しかできない。私たちは必死に踊ってるから、サイリウムから、そう、サイリウムからも振っていただけたら嬉しいです。ごめんなさい、ちょっと今アイメイクしてますね。あ、咲いて、うちはいます、ありがとうございます、咲いて、ありがとうございます。なんかここ暗いから全然見えない前髪が。明日は、あ、でも明日も祝日か、だから何時に配信できるかな、まだ明日がよく分かんないんですけど、皆さん5時から開演なのでお間違いなく、ね、前の先輩の青春、前先輩がの、ん？いつだっけ？やってた時は6時からだったんですけど、今回は5時になってますので、はい、5時からです。本番ありがとうございます。ハートありがとうございます。今からもう星座待機ですか。
本当ありがとうございます。みちちゃんのブログの写真って見てきています。うん、いるよ。誰か分かったかな、ちょっと分かりづらいかな。どれだと思いました？ハートありがとうございます。ファイトありがとうございます。ドラマありがとうございます。皆さんのご想像で。あの写真から分かるようにね、毎日楽しくレッスンしてます。あ、そうそう、私そう公演終わったらさ、そうご褒美にアイス食べたいなってそう考えてたんです。こんにちは、しけんさんありがとうございます。ちょっとあれ、まだメイク途中だけど、まあいいや。え、何のね、アイス食べようかなって考えてる。でもね、せっかくだしハーゲンダッツ食べちゃおうかなとか思ったり。ね、お芋のハーゲンダッツすごい美味しそうだった。あれ蜜芋、あれ9月だからさ、あーまだまだ先だなーと思って。もう情報解禁されるんだね。ハゲナッツお高いんだけど、だいぶお高いんだけど、ご褒美だしって思って、まだねどうしようかなーって思ってる。ウィーナーさんありがとうございます。エビフライ好きですよ。なんか今出てるやつ、なんかきなこなんちゃらみたいなやつ、きなこティラミスだったかな、美味しそうだった。あ、でもコーヒーなんちゃらも美味しそうだな。コーヒークッキーなんちゃらみたいなやつも新商品みたいなの出てて美味しそうだなと思った。皆さんでもこの4連休ね、あんまり外にさ出るのも怖いじゃん。だから明日はあの DMM を楽しみにして、まあ、一個は楽しみあるといいですよね。ね、えらい怖いですもんね、本当に。皆さんね、なるべく109日ありがとうございます。
ありがとうございます。なんか左目がちょっと腫れてる。よし、じゃあもうちょっと15分経ったのでそろそろ終わりたいと思います。ごめんなさい、最近短くて。でも多分あともうちょっとしたら落ち着くかなと思うので、よし、じゃあランキングも孤独して終わりたいと思います。明日もどうだろう、公演前に配信できるかな、わかんないけど、あとね、皆さん公演ぜひご覧ください。よし、ちゃん13位、ありがとうございます。12位、ありがとうございます。11位、ありがとうございます。10位、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。8位、ありがとうございます。7位、ありがとうございます。6位、ありがとうございます。5位、ありがとうございます。4位、ありがとうございます。3位、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。1位、ありがとうございます。ちょっとね、結構寝起きっちゃ寝起きなんでちょっとあれなんですけど、はい、よし、じゃあ皆さんまた明日で公演前にできるかな、公演前にやる気もします。はい、じゃあ皆さん頑張ります。今日も皆さんも今日も頑張りましょう。あ、フォロワー3700人超えてよ、ありがとうございます。ぜひフォローよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。